さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけども、今週6月も11日、いろいろ芸能ニュースもいっぱい、ね、いろんなニュースがあったみたいですけど、はい、そんなことどうでもよくてね、マジで。芸能ニュースなんてマジでどうでもいいんだよ、ね。俺が今一番気になってるのは、この前サウナ行った時にさ、はい、サウナに置いてある、サウナから上がって脱衣所のところのさ、髪整えたりする鏡あるじゃん、はいはい、ドライヤーかけたりとかさ、あそこの置いてある椅子ってフルチンで座っていいのか。あの網網の椅子です、ね、網網じゃないですか、もうちょっとちゃんとした目の椅子でさ、はい、あれおじいさんがさ、はい、マジでフルチンで座って金玉ゴリゴリ擦りつけてんだけどさあれサウナパンツみたいに履かなきゃいけないね、ガウン着たりさタオル、あれいいのか、あれ脱衣所の椅子って金玉ゴリゴリしていいの、あれ俺ちょっと気になってさ、ね、ね、よくないんじゃない、よくないと思いますね、まあ、どう、はい、いやまあ一番いいと思う、まあでもそれはみんな裸だしさ、別にそれは自由にと思うけどさ、ちょっと嫌だなって感じを受けたんだよ、目すごいよゴリゴリ、いやゴリゴリこすりつけたんですか、こすりつけ、おゴリゴリしてるんですか、あそこさ、まあだから裸ではいい場所だよ、確か裸の方が普通自然な場所じゃない、脱衣所のところって、はい、だけどさ、椅子は金玉ゴリゴリしちゃいけないんじゃないの？いやいや、ゴリゴリって表現が、あれなん、ね、ピンとこないんですけど。まあ、僕だったらまあ、体を拭いて、まあ普通の自分のパンツ履いて、座るなとは思いますけどね。うんうん、そうでしょ、はい、あと、まあ、いわば、最低限タオル敷くとか、あるじゃない、そうですね。なんかだって、AV を見ててもさ、はい、ちょっと、直で座るときはタオル敷いてたりするぜ、女の子座らせるとき。女の子も直マンになっちゃうからさ。直マンってなんか、まあ、だから、それだってさ、いや、直マン。直金とか直マンとか直チンとかさ、それダメだと思うよ、俺。はい、まあそうです、ね。いいの？いや、ルール上どうなんだろうな。いや、だから最初言ったじゃん、網網の椅子ですかって。網網、はいはい、の椅子であっても、金ゴリダメだよ。金ゴリって。当たり前。So much stress. We now have a variety program. さあ、こんばんは。大田原の真珠、広島軍団関連時軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵の JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタントこちら2人、はい、マシンガンズに勝利と真珠カーボーイ石澤です。お願いします。そうなんだ。だからああいうところの銭湯とか、まあ温泉施設みたいな感じのところのサウナもさ、もう常連のおじいさんとかとさ、小津のおじいさんがもうその老名主みたいなことあってさ、いや今この時間水入れるな薄めるなとかさ、いやそこはあのそこでもう足拭かないでとかさ、ありますね、脱衣所入る前にもうタオルで拭いて、その水取りの足踏みのやつはもう水取りのやつであって水取りのやつじゃないから怒られるじゃん。いやそこまで怒られたこと、そこで給水シートじゃないんだそれはっていう人も言ったりする。そうなるとさ、やっぱ金ゴリしてるおじいさんがさ、あこれでも金ゴリ OK なのかなと思うんだけどさ、だからといって、おここ金ゴリ OK なんだとは思わない。金ゴリって言われて、だって自分が気持ち悪いから吐くじゃん。はいはい、そうですね、はい、触れちゃうからね、はい、って思わないのかなと思ったら、でもその金ゴリ師匠はさ、金ゴリ師匠になってるじゃないですか。もうちょっと尊敬も入ってるじゃないですか。どうなんだろうなと思った。椅子が冷えてるから金がちょっとヒヤッとして気持ちいいんじゃないですか。気持ちいいんだろうな、はい、だけどさ、それって自分の快楽のためにさ、他の人の迷惑顧みずじゃん、はい、金ゴリなら何やってみろかみたいなさ、いやアントニオ猪木なら何やってみろされるのかっていうさ話でさ、金ゴリだったら何やってみろされるんですかみたいなさ、はい、いやそこまで考えてないと思いますよ。ただあのルール守ってないってだけかな。あと綺麗っていう自負島じゃないですか、うん、風呂洗ったばっかりのお風呂だからっていうことでしょ、はいはいはい、何汚いって言ってんだっていうことね、うんうん、いや、まあ、いいんだけどさ、はいはい、でもちょっと
見ててちょっと嫌だな。めちゃめちゃゴリゴリしてるじゃんと思ってさ。まあ自分も座りますからね、うん、そう誰かもね、うん、そういう感覚ないのかなって。まあないんだろうな。ないんだよ、おじいさんですか、ね、男同士だし別にいいだろう、はい、何が来たらいいんだっていうだけの話だもんな、はい、悪気もないんだよな、うん、金ゴリぐらいいいだろうって思ってるんですね。じゃあもういい、金ゴリ推奨推奨推奨ないですよ、嫌だなって気持ちはいいんですよ。嫌ですもんって金玉ついて。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております、桂金吾里のサンデーナイトでございます。いそうですね、いそういそうですね、桂先生4代目金吾里4代目金吾里続いてるな。金玉を椅子につけると気持ちいいと言いますけど、どんな何を継承してるんですか、はい、生放送メール募集いたします。九州から関東甲信越の方までね、梅雨入りを果たしたということで、うん、こちらがテーマです。カビの話、浴槽洗濯機布団、ね、まあカビが繁殖しやすい時期でございます、うん、皆さんが、ね、知ってるカビのうんちく、うん、カビ防止の対策方法かね、うん、カビにまつわることならどんなことでも結構でございます、うん、膝まあね、はい、もうそうですね、ヒゲカビ、はい、カビだし、ね、カビ、なかなか乾燥させてもいいんでしょ。そうですね、なかなかすぐジメッとしますのでこの季節は。ヒゲの口の周りにねカビが、はい、口の周りなかなか頑固なカビでございまして、どうしてやっぱ鼻息とかでな、そうですね、湿気がどうしてもあるから、ね、はい、そうですね、うん、はい、なかなか難しい、カビか、カビなんですけどね、送ってください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます。もうちょっと金吾里師匠のことはもうちょっとほとぼりが冷めましたね、はい、もうほとぼり、ね、なんか今週週末とかちょっと漫画関係のちょっと なんだかんだ仕事したりとか、なんか誕生日だだから、うん、席が、はい、あのタイムマシンの席が漫画何冊かくれたりして、はい、何種類だったかな、3種類の漫画で、はい、1巻から3巻までをだからくれる、9冊くれて、はいはい、3巻まで読んで好きだったらこの続き買ってくださいっていう方式でくれたんだけど、はい、あのそのうち2種類はもう読んだことがあったやつでリサーチ不足のこれは何とも言えないようなあれでしたね。山賊ダイアリーっていうやつね、あの狩猟生活をしてらっしゃる方のドキュメンタリーみたいなやつと、あとはあのモーニングでやってるあの、まあ、PL 学園っぽい、まあ、DL 学園っていうところの、まあ、PL 学園出身の作者の人が、まあ、実体験に基づいて書いてる野球のやつと、それの2つは読んだことある。だからもう無意味ですよね、その6冊はその6冊は全くの無意味、まあ、気持ち悪い席のリサーチ不足プレゼントよく言いますね講義でくれてんすから、はい、そのうちあと1冊1種類はあの噂には聞いてたんだけど、ついついあの手を出さずにいたブルージャイアントっていう、うんうん、いわゆるジャズの漫画なんですよね、うん、これは結構良くて、うんうん、面白くて、はい、そりゃそうだよね、だってみんなが面白いって言ってんだもん、うん、そりゃ面白い、ね、別に席のお手柄でも何でもないけど、まあ、うん、面白いですよね、うん、だからあの早速もうその3冊読むまでもなく、はい、もう1冊1巻読んだ状態で、はいはい、あもうこれはもう完全に面白いですって、うん、もうあの、はい、電子書籍の方でまとめ買いで10巻まで買いましておもうはい、その席にもらったサンサンは今すぐに捨てたい感じです、ね、邪魔になるから、なんかあげがいないですねプレゼントあげがいないですね、まあ、水気が多い、まあ、揚げ物のネタみたいに言うなよ、いやいやそんなつもりで言ってないみたいに言うなよ、アスパラ、いやでもあげたらうまい、でもあげたらうまい
だからさ、はい、その漫画のこともあって、はい、で少しだからちょっと最近漫画に触れることがまあ、うん、ちょっと多めにあったんだけど、やっぱり全然もう疎いのよ、うん、はい、まあ、読んでる雑誌も限られてるさ、うん、なんか追いついて、もう追いつけないじゃん全部読もうと思ったら、うん、そうですね、今やっぱり、うん、だから結構疎くなっちゃっててさ、うん、まあ、からその仕事とかでも結構いろんな漫画を教わったから、うん、またちょっと漫画熱が、はいはいはい、再燃しててさ、うん、ちょっとなんかいい漫画知らないかなと思って、お前ら教えてもらうから。今面白い漫画、今もう本当に俺の唯一の楽しみっつったら、はい、そういういい漫画見つけたり聞いたりして、はい、電子書籍でまとめ買いするっていう金の使い方それだけが俺の唯一の楽しみなんで、うん、なんか寂しく聞こえるけど、まあまあでもだからまだ2巻までしか出てませんとかちょっと寂しいのよ。あ、なるほど。ブルージャイアント最高だったのは第1部が10巻までで終わるまで、今から2部が始まってまだ1巻とかなんだけど、一番いいのよ。そ10巻ぐらいまで出てるのが10巻ぐらい全44巻ですとかなるとさ、さすがにまとめ買いの時震えるじゃん、震えるよお前、万超えてくると震えるじゃんやっぱり大丈夫かこれっていうさ、万未満、万未満、万未満、まあ、10巻ぐらいまで出てると5000円ぐらいだからさ、これだったらまあ行こうかなと思うわけ、ない、まあまあさ、缶未満は言わないけど、なんかないのか、言っても読んでますからね、まあ、ゴールデンカムイとかね、ゴールデンカムイとかね、そうだね、面白いですね、まあちょっとだからヤンジャンとか見てるから、ヤンジャンだから結局ヤンジャン俺が見てるのは、はい、まあまあジャンプとかヤンジャンだから、はい、相手のサンデーとかチャンピオンとか、 あとはビッグコミック系ちょっと見てないで、ね、もう今やスピリッツさ読んでないから、読んでないですか、スピリッツしか読んでないです、あらそう、スピリッツ、あそう、ずっとなんかずっとスピリッツしか読んでないですね、スピリッツなんでよ、ももクロがたまにグラビア出るからじゃないのか、そのやつは撮ってます、さすがだな、はい、スピリッツ何読んでるんですか、スピリッツ団地ともとかです、古いねまだやってる団地とも、すごいね、根強いね、団地とも好きなの、はい、ね、ちょっとのぼのけのあれも知ってるから、からかい上手の高木さん、それあれだよ、去年松崎にもらったよ、急に恥ずかしい、おじさんなんか高校生の女の子が40歳ぐらいのおじさんをちょっとなんかこう惑わせるっていうか、はい、あ、それじゃない、じゃあそれじゃないです、あ、なんか中学生の、それはなんとかは雨のなんとかな、それもね結構漫画大賞、からかい上手の高木さんも松崎くれたよ、でもだからあれなんだ、だからお前だから松崎だ、ほぼほぼ松崎いや、どこ松崎じゃないですか、じゃあ嫌ですよ、うん、いいよ知らないんだね、うん、ちょっと来週までにしよう、いやいいよ別に来週まで聞きたい話いそれは自分の調査能力信じるよいや、お前のいい、お前の情報収集能力1週間待つぐらいだったら、うん、俺自分の調査能力信じるよいいや、一言頼むなんていいじゃないですかそうかとかお前のこと信じてねえぞって言うまであります、はい、今日あれも買ってだから、今日この後仕事もあって、はい、その仕事の後にまたちょっと移動で前乗りで入らなきゃいけないんだよ、はいはい、だからさ、はい、ちょっと移動が長いことあるっていうから、はい、あれなんだっけ、中間管理職利根川、カイジの利根川さんのやつの、あれ5巻ぐらいまでだからちょうどいいって思って、はい、もう買ってもう俺の携帯の方にもう移してあるから、うん、移動時間も全然余裕だからちょうどいいから5冊、はい、ちょっと缶ビールでも飲みながらそれ見てればあっという間に着くよ現場に、知らないですよ、なんで知らないっていやいやいや、冷たいな、そんな嬉しそうにすることじゃないなと思っていや、こんないい時間の使い方ないなと思って、うん、いや漫画見て缶ビール飲んで移動するわけですよね、もうもうそんなにスペシャルな、あれ携帯で見るんですね、酔ったりしないですか、全然酔わない俺それは、そうなんですか、強いか、強いですね、憧れますね、弱な人、お前うまいな、ちょっとすぐ寄っちゃう、財布ある、なんで財布はこんなやるんすか財布ある大師匠じゃないんだから、大大大師匠だよお前、劇場の大師匠、言わないですよ劇場の師匠も財布あるって褒めたら今回もらえるっていやだからね、じゃあ移動完璧、漫画のことなんかも言いそうな、うん、まあまあどうせリスナーの連中も偏ってっからな、どうせまだ筋肉マンとか読んでんだろう
筋肉マンのまだ五感ですみたいな最初のまだ悪魔将軍も出ない、悪魔超人も出ない、もうちょっとペース早いでしょ、五感ですよ、うん、なんか面白かったなと思いながら、うん、まあ漫画もちょっとあるし、うん、ゲームも、まあゲームなんかも偏ってんなと思うけどね、うん、本当にやるゲームがね、やっぱりもういろんなもん試そう、いろんなもん見ようっていうほどの気力がないんだよね、どっかで、うん、なんか新しい出会い求めてないんだな、方針感覚っていうゲームをあんまり求めてないのかな、ああじゃあもう一つやったらもう一つやってるんですよ、いやそういう意味じゃなくて、うん、そのロールプレイングゲーム、はいはいはい、ドラクエとかさ、はいはい、ファンタジーとか、はいはいはい、ああいうゲームでいい、なんか定番のやつマリオとかさ、うん、やったりして、なんか謎の新しい新食感ゲーム出てもさ、多分なかなかちょっと今日もなんか漫画家の杉村慎一さん、わかる？わかります、杉村慎一さんのさ、うん、ツイッター見てたらさ、はい、なんか面白そうなゲームツイートしててさ、飛行機はがブーっと飛んでるとさ、100人ぐらい一緒にやるんだって、あのオンラインで、100人ぐらいがオンラインで同時プレイするんだけど、飛行機でブーンと飛んで、好きなところでピューッと降りてパラシュートで落下して、好きな自分の決めた場所に降りていくんだって、裸の自分が落ちたところにの周りにある武器とか服とか取って武装して、あとの100人と戦って、あの、うん、最後の一人になった人が勝ちっていう、だからもうあの今から君たちに殺し合いしてもらいますのやつなの、バトルロイヤルみたいなのやつだってさ、わあ面白そうだなと思ったのよ、で杉浦さん今もう俺が武器に取り行ったところはもう武器が何もなくて途方に暮れていますとか書いてあって、面白そうだなと思ったのよ、だけど俺オンラインがやっぱちょっと苦手なんだよな、すっげえ意地悪してくるじゃんめちゃめちゃオンラインでやると意地悪なんで、なんかもうはめられちゃうんだいつも、 あれが嫌で俺もオンラインプレイしないんだよな、もうドラクエ10の時にもううんざりしちゃってさ、俺いじめられたんです、ずーっと何にも言わずについてくる人がいたんだよ、俺もう行ってよどっか、すいません何ですかって聞くんだけど、無言でさ、ずーっと俺をずー鳥にくっついてくる人いるのよ、もう、いやでも俺そこの土地のそこのものを取らなきゃいけないから、ルーラーで逃げるってわけにもいかない、ずーっとその人がニヤニヤーずーっとニヤーっとずーっと見てる、別に邪魔でもなんでもないよ、ただずーっと俺についてくるのよ、もうやーよーなんだあるから、オンラインプレイがちょっとみんなでやるっていうのがちょっと苦手なんだよな、でも話聞いたら面白そうっすね、今日のでも面白そう、お前好きじゃん結構それ、好きですね、あちょっとあれでも楽しそうだったな、 あといつも福田と話してんだけどさ、あの鬼ごっこのやつ、一人プレイヤーが一人 鬼対4人の人で、それも全部自分たちでやるのよ、鬼決めたり、はいはい、逃げる人に逃げる人で、それも鬼ごっこだから楽しそうだなと思うんだけどさ、はいはい、オンラインの人どうせ意地悪なんだろうめちゃめちゃしてくるでしょうね、鬼ごっこだからそれそういやすぐ俺捕まえに来るんだろうそれが嫌だ、 俺だけ見逃して、俺だけ見逃してって思うんだけど、俺だけ見逃してくんだよ、どうせ俺だけ狙われるんだよ下手だなって、下手なやついたぞって言ったらさ、もう、まあ、他のさ、ね、4人のうちの3人もさ、はい、もうあいついいほっとけになるじゃん、はい、うん、つらいビビってますねやっぱね辛いオンラインの世界が違う、いったんブレイクします。さあ今夜のメールテーマ、梅雨入りしましたのでカビの話ということで、カビにまつわるお話、聞いております。ラジオネームクラウンマジェスティン FM 岡山。僕はよく電気ケトルを使うのですが、基本的にケトルに残った水はそのままにしているのでカビが生えてしまっています。ただ次にお湯を沸かすときに熱消毒されるので人体に害はないと思いますわかるけどな、
だ。でもさ、あれこういうのってさ、あの水道水のさ、あの、はい、あのあれが固まるんだよね、はいはい、あのなんか白いなんだか、はい、あれなんていうの、カルキ、カルキみたいなのが固まってさ、はい、なりますね、そう、あの浄水器とかもそうだけどさ、はい、あの浄水器っていうか、あのなんていうの、空気清浄機とかにさ、はいはいはい、あれ固まることだけど、カビ生えてるって感じはないけどな、うん、あと電気ケトルっていう言い方はあるけど、はい、その流れで基本的にケトルに残った水はってケトルって言わないと夜間だからケトルって言うなお前、いいじゃない、ケトルって言ってる周りの周りの周りでお前ケトルって言ってる人間いねえから、これなんて言うんですか、あのパコパコってつけて電気がシューッと湧く夜間感のないような、うん、だからまああれだからあれだろ、電気ケトルでいいんじゃない、それは電気ケトル、電気ケトルはいい、だけどさ基本的にケトルに残ってるケトルって言うばっかりだそうに、ケトルかっこつける、何がケトルだよ、夜間だろ、夜間ケトルって言われた腹立つ、確かにケトルって言わないの、確かにないですよね、何ケトルだ、何ケトルだ、何がケトルだよラジオネームギンギンしてんじゃねえよ、うん、FM 長野、僕は学生なので体操服を着ますが、この時期に体操服持って帰り忘れると体操服カビが繁殖します、そうだね、クラスメートには真っ白な体操服にカビの斑点ができていて模様みたいになってる人もいました、いるよね、うん、あいる、柔道部なんかもそうだよ、もう乾、うん、あれ柔道部のあれは生地分厚いから乾けしねえんだあれ、うんうんうん、だちょっとほっとくともう一日でカビになってたりしますけどね、うん、まあでも女子のカビだったらね食べたいなと思いますけどね、ちょっと削ってなんかあのねイカ白身のお魚にパポッと削ってステーキの上にポポッとカビ削って、はいいやカビはないよ、なんでみんな目合わせたから下向いてましたから下向いてんだよ、はいっていうか、いやあまりお刺身にはかけたくとは思ったことない、腹壊すんじゃないですかカビ食ったら、大丈夫ですか、壊すわけねえだろ、ラジオネーム、いやいや、あの白うなぎ、F サイン。脱衣所の椅子って裸で座ってる人いるの？じゃあ知らない間にアナルの関節キスしてたの？ショック。うん、まあな、うん、アナルトゥーアナルはあるよ、それは。アナルトゥーアナルというか。アナルの部分。ラジオネーム、朝方人間、F 宮崎。あゆさん、サウナの座るところでの金ゴリ、気にならないのですか？あサウナの板ね、あそこの金ゴリしている人いるけど、俺はタオル敷いちゃうから、俺はノー金ゴリだから、ノー金ゴリ、タオル、はい、板タオル金だから、板タオル板タオル金、でも板金だとさ、はい、結構暑いけど安いでしょ、タオル、タオル、まあでもあんまりそっちは気にならない、俺がやっぱタオルガードしてるから、タオルガード、ラジオネーム FKF次郎、有吉さん、その自家賃金ゴリのジジイって白龍さんですか、だったら見て見ぬふりをするしかないと思います、うん、今白龍さんがよくいらっしゃるサウナにも行きますけど、はい、白龍さんは金ゴリはいたしません、はい、あの必ずタオル巻いてらっしゃいます、はい、見てますね、ちゃんと、はい、じゃあ見てるけどね、たまたまそうだったよって金ゴリはしない曲、はい、じゃあ行きましょう、ワンオクロックで We Are、さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております。今月のアシスタントマシンガンズ西堀と新宿カーボーイ石澤です。先週の放送でさ、はい、若い人たち何流行ってんの教えてって、うん、ハンドスピナーってめっちゃ流行ってますって言ってさ、はいはい、ちょっとなんかコマ的な、はい、なんか指で挟んでコマ的に遊ぶんですっていうのさ、はい、これ今日ちょっと、ね、貸してみよう、今までの高橋さんに、はい、ちょっと音聞かせてやろうかな、はい、リスナーに、恐竜聞こえ、マイクに当てるよマイクに当てるよってコンサートマイクに当てるよ止まってんじゃないですか聞かせる類の音ではよく回る、回りますね、すごいびっくりするからよく回る
音聞こえるぐらいクルクルクルって高速で回ってます。これで回してなんか手で持ってさ回したりするとさ、このなんかすごい G が感じるの。これ昔ね、握力鍛えるマシーンっていうのがあってね、うまく回さないとすぐ止まっちゃうんだけど、それずっと手首グリ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 してたら握力がつくっていうマシーンがあったのよ。その時の感覚にすごい似てるけど、音はだからスムーズよね、ベアリングですごい。もう一回聞かせてやろう、はい、バイクに当てるよ何これどういう楽しみ方の最後のパフォーマンスの部分なんですか当てるよニュース、はい、この1週間ニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。大阪市横山ホットブラザーズを無形文化財に。大阪市が上方漫才の横山ホットブラザーズを市の無形文化財に指定しました。市によると上方漫才部門では1999年に指定された兄弟漫才コンビ夢二都市君恋市に続いて2例目となるそうです。いいんじゃない、もう師匠方もうみんなそうすればいいね、はい、あいつらそうなのに俺らちゃうのってなるよねあ、いざこざ絶対あるかもしれないですね。だからもうまとめてさ、もういくつか、ね、年齢超えた師匠方はもう無形文化財ですって決めた方がいいよ、うん、そうですね、絶対ないと思う。え、俺はちゃうんかいやまあそういう人も出てくるでしょうね、絶対な、やっぱり劇場ってそういうところあるから。どう最近の東京の、東京上方漫才、上方東京漫才、東京漫才、そうです、師匠は師匠方みんなお元気で、お元気ですね、うん、ちょっとお盆小盆のお盆師匠がこの間楽屋入ってきた時に、うん、まず僕はうわっ来たって言ってしまいましたバレたバレて来た来た言うな言うな、そういうまあそう言うやろうなって言ってました師匠が師匠まあそれは若手にとってみりゃ師匠っていうのは煙たい存在だからな、それは少しな、それは分かります。うわ来た言うなお盆師匠に許してくれるからな、でも師匠方は、はい、まあ次のニュースいきましょう、はい、続いてはこのニュース。メガネフェスで新記録。国産メガネフレームの8割以上を生産する福井県鯖江市で、各地のメガネファンが集うメガネフェスが開催されました、うん、このフェスでは1分間に顔にかけられる本数を競う大会メガ盛りが行われ、30本の新記録が出たそうですメガネって本来そうやって使うもんじゃないけどね、はい、いや分かってる分かってる、ね、まあ1個あればこと足りるやつですからね、メガネはそうだね、はい、うん、まあでもお祝い事ですからね、お祝い事サバエ市ね、サバエ市です、うん、はい、鯖江市行ったことは、鯖江市って何県？福井県です。福井か、はい、あ、行ってみたいね、もう町中メガネだもんね、あそこね、面白そうだな、はい、なんか最近もほらちょっと視力落ちてきてし、はい、メガネでも作ろうかなと思って、ね、はい、VTR 見るときだけでもメガネかける、はい、北川景子方式取ろうかなと思っていいとこ出してきますね何がいやいやいや、北川景子方式ですか、北川景子方式、もしくはあれだよ、はい、なんだっけ、女の子のまるまるもりもりの芦田愛菜ちゃん、芦田愛菜ちゃん方式、芦田愛菜ちゃんの V の時はちょっと目が荒れてるんです、あれちょっといいなと思ってるか、知的な感じをする、知的な感じしていいなと、薄いやライ薄いフレームの銀の偉そうに見えるから及川光博さんがたまにドラマでかけてる感じのやつやろうかなやろうかやれよかっていうSlay Night Dreamer LiveSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer. じゃあ引き続きですけど、今日のメインニュースですね、これは。続いてはこのニュースです。マダコの完全養殖に成功。日本水産がこれまで養殖が難しいとされてきたマダコの完全養殖に成功したことを発表しました。卵を人工で孵化させてから親ダコになるまで育て、産卵させるサイクルを繰り返す完全養殖の成功例はスペインで1件報告されているが、日本では初だそうです。ついに来たね、本当にバイオテクノロジーですよ、これが。いやー、これは嬉しいな。もうこれはもういくらでも増やせるでしょ、これ完全養殖に成功したら、もう海をマダコだらけにできるぜ、
できるできる、まあ、できるって言われても、ね、もう無限に、無限にできるやつですね。だらけは、これどうなのかな、この養殖で孵化させたマダコってさ、はい、海に放したら元気に育つのかな、慣れてる、それとも養殖のやつらはずっとこう手塩にかけてやらないと死んじゃうのかな、あの荒波の中じゃ。そっか、どうなんですかね。近代マグロとかってあってさ、はい、あれはでも養殖で売る用だからさ、はい、あれを大会に放したりはしないじゃない、はい、ね、これも食べる、食べる用だから放さないのかな、数増やす用じゃないのか、増やしてやらないのに食べる数を増やすんですよね、そうだよ、だから取らなくていいってことだよね、だから、ね、だから自然のやつ、はい、まあ、あっちが勝手に増えるけど、はい、これ楽しい、俺まだどこ好きなんですか、食べるのはまあまあ好きだけど、はい、それはイカの方が好きだけど、はい、いや、マダコって俺見るの好きなのよ、可愛いじゃん、可愛いですかマダコ、好きじゃん、え、こんなことするって思うじゃん、うん、え、なんでそんなことしてんのと思わない、マダコ見てたら、マダコとかイカよりはやっぱりタコでしょ、うん、何やってんのと思うよ、マダコわわわわ、わ、何やってんのこいつって思う、マダコ、いやね、俺好きなのよ、マダコの、そのこと見てんの、タコ好きなんですね、動きよ、はい、動きはめちゃめちゃ面白い、海の忍者って呼ばれてんだから、もうまあまあ手があるんで、もう長いですね、ってますよ、あんま知らないけど本当にもう変装うまいからね、岩の岩に化けたり土に化けたり、ああ擬態するんですか、擬態もするし、うん、お前手8本あって自由自在に動くしさ、吸盤の力すごいさ、これ本当にあのパウンド4パウンドっていうさ、はい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 、同じ体重、はい、同じ身長で戦ったら俺ら絶対タコに勝てない、ね、勝てない、そうですね、この通常の機体も僕勝てる気じゃないですけど勝てるだろ、今の売ってるタコ、タコでも勝てる、今海の中じゃない海の中じゃまず勝てな い、ま、てないです、地上でもギリだ、ギリだと思います、いや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 多分8割ぐらいで負けるこんな町の賢者、はい、あなたブルーシーターワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます、ダジャレ三平ホテルハゲフォルニアこと元冬樹、ブログで芝居について熱く語る俺はまあ芝居に自信がある、自分の芝居に自信があるという意味ではない、演出家や監督の言うことを全部聞ける自信があるということだ、いろんな要求をされても自分の引き出しから演出家に答えられるものを出す自信がある、みんなもっと演出家の要求に応える努力をするべきだ、眠い今週は面白いニュース見つけられなかったからハゲてるやつのブログでも漁ってみるかと思った、俺が間違ってたな、まさかブログまでハゲてるとはな、 BG4 の芝居なんか一回も見たことねえから絶対頭入ってこない、演劇興味ねえし、文末に貼り付けられてるハゲ全開の自撮り写真だけ残して全部消せ偉いなお前は、努力家だ、いや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 。ラジオネームゴモラ、おいアンジャッシュ渡部、お前のやってる FM ラジオ聞いたぞ、何言ってっか分かんねえ、ヨガかけてよ、随分ご機嫌にやってたな、そんな前に本当の FM 教えてやるからよく聞けよ、 JFN 系列でスポーツと音楽は夫婦であるをテーマに、篠原慎一と前園正清がおすすめの曲をぶつけ合う30分、それが篠園音楽堂だバカ野郎この前は渡辺美里のマイレボリューション以外の曲をずっとかけてたし篠原さんは英語が読めねえから洋楽の曲紹介に2分ぐらいかかるし、トークが噛み合ったことは1回もないし、最高だわ絶対聞けよな知ってんなお前、どんなの聞いてんのよ、あげるよぜパン、ラジオネーム向こう三平、アホの可愛がやめろストレートにやがってアホの可愛がもん、ツイッターでたまに忘れてもずっと忘れないというハッシュタグをつけて悲しい過去を告白中学生の時誰かに破壊されたであろう電話ボックスを、ひでえことするやつがいるなぁと眺めてたら、てめえ何してんだおらと僕が破壊したものだと勘違いされ、正義感強そうな人にいきなりフルボッコされたことがある、ハッシュタグたまに忘れてもずっと忘れない、いやそんなホラ話はどうでもいいんだけどよ昔お前のファンだったブスな妹がお前のラーメン食うために田舎から東京に遊びに来てよ、
俺も立川くんだりまで一緒に行ったんだけどよ、ひっそり閉店してやがったわ。しょうがねえからな、ブスな妹連れて立川の汚ねえラーメン屋で味噌ラーメン食ったんだけどよ、犬のクソみてえなゲロマズラーメンだったよ。1600円返せこの閉店野郎。ハッシュタグたまに忘れてもずっと忘れない。うるさいんだよ。ラジオネームホルヒス君、行きつけのエロサイトの広告に出てきた、ミスター赤っ端ことゲッターズ飯田のクソ野郎がこんなことを言ってやられました。実は佐々木希さんと渡部健さんのお二人の結婚10年前から予想してました。おいクソメガネてめえいい加減しろ、完全に後出しじゃんけんじゃねえか。せっかく祈祷が顔出してきたところだったのに、お前の怪しくて汚い顔見たらまた引っ込んじまったじゃねえか。ババアで小銭稼げなくなったからって人のオナニーまで占おうとすんな。あじけ、お前が去年監督の星を持っているので2017から2018年の間に監督の話が来るでしょうって言ってた清原和博さんはな、それから1ヶ月も経たないうちに逮捕されちゃったぞ。なんで監督の星ってバカじゃのか、不謹慎クソ野郎、歩く不信感、お得意の占いでシマウマでも占って金玉蹴られてしばらく泣いてるな。むちゃくちゃ言うな。渡部さんと佐々木希の結婚10年前から予想できないでしょ。清原さんのちょっとこんなこと言うのね。いかにしてよ、別に好きにやりゃいいけど。ラジオネームブラザーフットオブスティール、あ今あげとく、あげとこうか、よく調べてたから。パン、ラジオネームブラザーフットオブスティール、最近ブームになっている彼女とデートナウに使っていいよというツイートを橋本環奈ちゃんが超可愛い写真とともに公開してファンのみんなを喜ばせていました。それに対してカンナちゃんのファンたちは、バカお前あの時の写真使うなよ、それ俺とデートした時のやつやん、おいおいカンナ他のやつにこの画像を見せんなって言っただろう、全くしょうがねえな、今回許してやるよなどと応答。なんだこいつら気持ち悪いな、バカばっかりかよ、妄想するのも大概にしろ、っていうかこの写真はな俺が撮った写真だっつうの。詳しく言うと、放課後に2人でバス乗ってる時にカンナがせがんできたから撮らされたんだよな、公開すんなよって言ったんだけどな。あとこれはデート写真じゃないから、俺たちって仲いいけどまだそういうあれじゃないから、まあカンナはどう思ってるか知らないけど、童貞の君たちをからかって悪いとは思ってるけど、最後に言わせてよ、二度と俺たちの世界に土足で入ってくんじゃねえよ。バカとバカの恐ろしい気持ち悪い。あげとくよ。パン。ラジオネームラッキーデイビス、土井義晴の関西弁野郎が、そんな言い方ないよね。関西弁野郎って大半じゃないか、大半結構多いぞ。土井義晴の関西弁野郎が、今日の料理60大阪の人ってさ、はいはい、あの県民ショーとか見てるそうだからさ、はい、大阪と東京比べてっていうネタ未だに好きなやつ、うつげつね。漫才とかでも、あそうですね、で自分大阪の方悪く言うんだけど、うん、結局、うん、あれ好きね。ずっと続いてますからね。もう東京の人がさ、あのさ僕さあのさどこさって言ってやんかみたいな、ほなうちが言ったったんどっか行っとけベンジャーマシーンドン、まだいや好きな、好きね、好きなんですよ、好きなんですよ、見て笑うんだけどさ、それにしても好きすぎる。好きなんでしょ、好きよね。ラジオネームラッキーデイビス、土井善晴の関西弁野郎が今日の料理60周年を迎えインタビューを受けてやがりました、うんうん、出演した回で心に残っている料理はどのようなものですか、うん、初めて出演した時ですね、父のピンチヒッターで、その時は薄焼き卵を焼いたのですが、うんうん、リハーサルではうまくいったのに本番では戸惑って、ほんまはもっとうまいのにと思ったことをよく覚えています、うん、うるせえな
お前といい、川越といい、マックスキャッホーといい、なんで最近の料理人はごちゃごちゃ喋るんだよ。いい加減お前ら黙って料理作れ。うまいもんな、うまいもんもてめえらの顔見るとしょっぱくなっちまうんだよ。特にモテギお前だけは日焼けするな。いや、ちょっと川越さんとマックスキャッホーのモテギさんと土井先生全然違う。土井先生はおしゃべりうまい。そうですね、ちゃんと流暢な。土井先生はモテギと川越とは違うから、おしゃべりはね。うんうん、料理の腕は俺らには分かんない。分かんない。どうしようかな。これかな。ラジオネームクラウンマジェスティ。北海道の15歳の男子高校生が、アルバイトが許可制の拘束は憲法違反だと苦情委員会に訴えたそうです。おいクソガキ、インターネットで得た知識使ってわがままばっかり言ってんじゃねえよ。だいたいそこまでして働きたいか。そんなに行動力があるならな、もっと友達と遊んだり彼女作ったりしろよ。俺なんかな、36歳になって今でも働かずに親の金で乃木坂の握手会ばっかり行ってんだぞ。すごいやろ。ありがたい。ありがした。以上。Slay Night Dreamer Live on air。さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーム、あっという間1時間経過、近づいてまいりましたけどもね、はい、今日も早いですけども、結構なんだね、この人たち声が多いね、はい、ラジオの金色やし FMC が、あの先ほどのハンドスピナーってバイブなんですか、うん、音が完全にバイブのそれなんですけど申し訳ないんですけど、もう一回有吉さん あのマイクに合ってるよってやつ いただけないでしょうか。ラジオのギンギンしてんじゃねえ、 FM ながらも、うん、ハンドスピナーの音って電話みたいですし、なんかハンドスピナーをマイクに当てると止まってしまうということは、ハンドスピナーって手動タイプの電話なんですか。ラジオネームラッキーデイビス、あのそれ本当にハンドスピナーですか、電話じゃないんですか。確認のためもう一度聞かせてください、うん、ラジオネーム北川デゲデゲコ FM 青森、有吉さんハンドスピナーもう一度いただけますか、うん、今度はもう少しじらしておめいただきますか。何だと思ってんだ。どう説明したいんだろうな、これ、この感じ。すごい回るんだよ、まあ、はあ、風車のすごいやつなんだよな、ね、手持ちの風車というか、はい、なんかすごい、うんうんうん、だから、ぐっと回すよ、はい、これ、うーっと回ってんの、うん、いくよー。ダメだよこれでやっちゃ、はい、音声さんも笑ってるからいいけど、マイクにハンドスピナー当てられてどうして最後当てるのこの。なんなんすかね、これ面白いの俺知らねえよ。なんと何をどう勘違いしてもう一回聞かせろって言ってんの、ね、お前ら。いや俺らは当てちゃうんだけど、これならもう一回聞かせろ、もう一回聞かせろってやってみたけどさ、音が絶対面白く出てやってる。面白いんじゃない。俺わかんないな。何でもいいんだけどさ、はい、ということなんですよね、はい、まあ、メールもいろいろ何でもいいからお待ち、カビのこととかいろいろお待ちしてますし、はい、あと今日もなかなか印象に残ったメールには、あの若槻社長がまた新しいマグカップ作ってくださいましたんで、はい、送りますんで、ぜひメール何でもいいから送ってください、はいはい、あとはね、石澤はどうだしたら、はい、ももクロちゃんのことを勉強したか、勉強しましたね、ちゃんと。今日アリンの誕生日ですか。じゃあちょっとあれくれよ、自己紹介。お肌のお手入れキュ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 、アリンのほっぺはプニプニピチピチでしょ。はい、みんなの妹アリンだよ。ももクロライド、ひげまみれじゃねえ。それひげまみれだろ。それ僕がやったらひげまみれになりますよ。アーリンがやったらまあピチピチですから。私のお肌はひげひげ。それ一番ですよ。一部の地域の方、この時間で分かる。また来週も聞いてください。お相手有吉と小新和美勝利と新庄カボイ石田でした。2017年6月11日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。
今夜のアシスタントマシンガンズ西堀亮と新宿カウボーイ石澤です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございますけどね、はい、テニスの全仏オープンですよね。女子シングルスオスタペンコが優勝でございます。オスタペンコじゃん、泉ピンコちゃんみたいですね。ピンコちゃん、オスタペンコちゃん、オスタペンコちゃんが、オスタペンコちゃんじゃない、オスタペンコですね。オスタペンコちゃん。あとね、ちょっと8時台のラストで、はい、石澤くんにももクロの、はい、誰でしたっけあれ、アリちゃん、アリちゃんですね、アリちゃん、アリちゃん、佐々木さんですか、佐々木さんですね、はい、佐々木さんの自己紹介やってみろっつったら、はい、なんかやってましたけど、はい、なんか緊張なさってたのか、それともにわかなのか、ちょっと間違えていらっしゃってたみたいで、結構メールがめちゃめちゃ間違えてました。ラジオネームロマンシングサダ FM 福井、石澤、はい、アーリンはな、はい、みんなの妹じゃなくてももクロのアイドルなんだよ、はい、てめえ落ち合いか、アホ食らってくたばれサボテンとリボンと男と女というふうに言いながら、石澤、はい、みんなの妹っていうキャッチフレーズは、はい、しおりんこと黄色の玉井しおりちゃんのやつだろう、はい、ヒゲ全部パーマかけて逆さえにした博士太郎みたいにしてやるから覚悟しとけよ、はあ、間違ってた、ね、間違えてましたね。もうどうしたの、もう言ってる時には間違えてるなと思いながら言ってました、ね、そういうの突き進むしかないです。そうですね、もうここ止まれなかったので、はい、これ今もらったよ、なんかちょっと、はあ、やってくれよ、じゃあちょっとこれ、どれ俺らのファンの掛け声も用意してあるからおちょっとやろうやろう、お前じゃあ、さっき間違えたから、はい、佐々木さん、行きますよ、行きますよ、いい、やるよ、はい、皆さん準備はいいですか、イエーイまだまだ準備はいいですか、イエーイお肌のお手入れキュ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 は一緒に言ってください。あ、はい、はい、お肌のお手入れキュ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 、アーリンのほっぺはプニ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 ピチピチでしょ、ピチピチ、ちょっぴりセクシーでお茶目なももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。んいいの、大体これもう完璧でしたね。なんでお前うんって言ったんだよ、どうもテンションが違うんじゃないかな、ちょっかい出すなよ、すいませんちょっかい、はい、玉井しおりさん、玉井しおりちゃん、玉井しおりちゃんね、ちょっと実は変わってるんですよ、あ今違う、違う、あじゃあ他の方でいきますか、うん、誰、桃田かな子、じゃあ桃田かな子さんいきます、うん、いきますよ、皆さん人差し指を出してください、せーの、ハチ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 デコパチ、茶畑のシンデレラといえばかなこエクボは恋の落とし穴、桃田かなこです。何これ、何回やらってんだよ、違うんですよ、はい、ファンのノリはちょっとじゃあ俺がやるわ、じゃあお願いします、ファンのノリの方じゃお前がやれよ、はい、わかりました皆さん準備はいいですか、イエーイ、まだまだ準備はいいですか、イエーイ、お肌のお手入れキュ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 、アーリンのほっぺはプニ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 ピチピチでしょ、ピチピチ、ちょっぴりセクシーでおちゃめな、ももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。ファンの目合ってる、ファンは合ってますけど、何を不満げなんだよ、可愛くねえんですよ、なんか田舎のおじさんみたいなやり方してっからファンも乗れないですよ、やっぱそんな田舎のおじさんにイエーイって言わないですよ、もう一回じゃあ皆さん、あ、いいですね、人差し指をアナルに入れてそれでちょっと見せてください、全然違うでしょこれ、皆さん人差し指をアナルに入れてちょっと、はいはい、入れて、はい、はい、出して見せてください、はい、せーの、ハチ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 デコッパチ、はい、アナルの匂いといえばうんこうんこは私のお袋の味有吉弘行でございますけども何言ってんの、さっき有吉さんですよ、何言ってんのが、お袋の味、お袋の味って何ですか、うんこ、うんこお袋の味ってお袋の味って何なんですか、なんかね、やってよもう一個ぐらい、どれか、じゃあ行きますよ、じゃあ、うん、高木れにさん、高木れにさん、うん、はい、行きますよ、はい、レニレニ体操第一、行くぞ、おー、右手を上げて、はい、左右に振って、今日も床に行っちゃうよ、よし、いつものんびり、高木れに、あなたの後ろに高木れに一家に一台高木れに、そんな私は高木れに、お袋の鋼少女高木れにです。ファンのどれがおかしい、うん、なんかちょっとやらせて、もうちょっとね、軽々、うん、はい、レニレニ体操第一、行くぞー、
はい、右手を上げて、はい、左右に振って、はい、アナルに、はい、左手を入れて、はい、きついけど、ほら、はい、リラックスして、リラックスして、入れて、指入れて、しっかり、はい、はい、出して、はい、はい。はい、なんはいはいはい、いや言ってよ、あれ、かけ声。うすこ違うよ。入れた、はい、入れて、はい、見せて見せて、はい、はいはい、はい、はい、いいよ、いつものんびり。たかきれに。違うよ。アナルに入れさせないですから。なんで言ってんのに、うん、のんびりってなって文読めばいいだけなのになんでアレンジしちゃうんですか。もう一回もうコール&レスポンスっていうんですか、こういうのは。そうですね、うん、ばっかりやってられないんですよ、ね、いい加減もう終わっちゃうんじゃないか、お前フリートークの時間が。どんなバカみたいなことやって、すいませんでした。今日のメールテーマはいろいろ紙の話を中心にいろいろもらっておりますので、ぜひぜひ送ってください。一旦ブレイクいたします。今夜のメールテーマ、梅雨入りしましたので、カビの話。ラジオのキャンディーストリッパー FM 群馬。スポーツクラブのレッスン通っているのですが、スポーツウェアの洗濯がうまくいかず、かなりカビ臭さの残った状態で着用し、何食わぬ顔でエクササイズをしていたら、隣でやっていた子が倒れてしまったという申し訳ないエピソードがあります。ウェアの匂いが原因だったとか、ね、うん、ラジオネーム無大陸それ漫画じゃないんだからさ、お父さんの臭いおならで子供が気絶じゃないんだからさそれでちょっとラジオネーム無大陸F 香川。僕は大学でカビの研究してます、うん、大学ではカビの持つ酵素を抽出しているのですが、実験をした次の日はほとんどの確率で高熱が出るので本当に苦しいです、大変なのかな。これ冗談だったら超つまんないもんね。そうですね、そうですね本当だと、はい、本当だってほしいわけじゃない。そういうのもやっぱよくなるな。ちょっともう一個あれ、ちょっとあれ、玉井しおりちゃんのやつだけやらせてくれよ。俺じゃあこのこのお前ファンやれよ。わかりました。はい、しおりんのあいうえお作文、イエーイ、皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの、しおりんのし、絞らないでお乳をしおりんの、怒らないでお乳触りながら、しおりんのリーリズムに乗って おっぱい触って、しおりんの、んー、はい、今日も一緒にレッツももクロちゃん、泣き虫で甘えん坊なみんなの妹しおりんこと玉井しおりですなんでちょっとしゃくれながら言ってんすか、さっきのそうだったんですけど。しゃくれながら、しゃくれ田舎おじさんが出てくるから。しゃくれ田舎おじさんって誰のことだろう。いい加減してくれ、ほんとに。こっちですよ、いい加減してくれって言ってんの。いい加減してくださいよ。コーナー、にわかは語る。誰に気兼ねすることなく自由に語ってください。皆さんね、世間は息苦しい、語り苦しいですけども、ここだけは自由ですね、にわかの皆さん、はい、存分に、ラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよ。最近話題になってたから、まあ読売巨人軍の話でもしようか。巨人軍の13連敗ってどれだけ珍しいことかわかる？まあ例えるなら、鳥の卵から舘ひろしが生まれるぐらいだよね。連敗の原因は監督や選手だって思うでしょ。けどそれ違うんだよね。本当の連敗の原因って雰囲気。連敗し始めた時は選手の成績や運が原因だったかもしれないけど、途中からは明らかに負ける雰囲気が染みついちゃってた。負ける雰囲気が出てきちゃうと抜け出すのはなかなか難しい。まあこれからの巨人軍の上昇は雰囲気と勢い次第だね。ラジオネーム、チェコの大砲。ピザの一番おいしいとこ知ってる？グー、チーズ、生地？うん？そうそう、知ってるじゃん。尾びれだよね。
ピザの尾びれはピザの顔、これは常識、サクサクふっくらもっちり、いろいろ種類あるけど、最近では尾びれにまでウインナーが入ってるのまであって最高だね。でも本場の連中は言うんだよ、尾びれを残すのはマナー、日本人は皿に乗ってるものは全部食う、この発想がそもそもにわか、嫌いならまだしも食パンを食べるときに耳を残すことがマナーなわけないじゃん。それピザの尾びれにも当てはまること、本場だって間違えることもあるから、しっかり本質を見極める目元をね、うん、どうしようかな、ね、うん、ちょっと待ってください、にわか、でもさっきの石沢もにわかだったからな、にわかですね、やばいです自覚してますよ、俺すげえにわかだったんだな、お好きなんだよね、うん、でもああいうのでにわかだ、にわかだ間違えてるぞって言ってくるやつの方がマジやばいやつだけどまさかのそっち側ラジオネーム、うん、ミルコブラトップ、歯ブラシっていろんな種類があるけど何を基準に選んでいいか知ってる、値段、ブラシの密度、そんなもん所詮ただの数字、骨董品と一緒で目利き以外の人間を欺くまやかしなの、うん、良い歯ブラシを選ぶ基準は一つだけ、歯との相性、うん、フランシュタインの身元を調べるとき最後は歯型が頼りになるでしょう、うん、つまり歯っていうのは人間の体で最もオリジナリティが表現される分野なわけ、わかる、歯ブラシを適当に選ぶっていうのは自分で自分の個性を殺してるってこと、うん、君にふさわしい歯ブラシで君にしかない歯と個性大事に磨いていこうな、うんなんかあれだな、難しいのかな、質問ばっかりになっちゃってるからみんなもう、うん、あのなんていうテンプレートにはめすぎちゃう全部一緒になっちゃうから、ね、違う人がいいな、うん、これがいいな、ラジオネームラッパーザキバチョフ、バスケの極意を元 NBA 選手の俺が語っちゃおうかな、なんで嘘つくのこれにわかの人が語るコーナーだから、元 NBA 選手の俺が語るともにわかじゃないんだけどまあでも、まあ、にわかの中にこういう人もいますから、うん、バスケの極意を元 NBA 選手の俺が語っちゃおうかな、はい、クイズですよ、バスケで一番大事なものって何でしょうか、リバウンド、シュート力、スタミナ、うん、はい、違います、全然違います、違いすぎてヘドが出る、答えは食事、バスケをする上で栄養バランスの取れた食事こそが一番大事なこと、うん、スラムダンクでリバウンドを制する者がゲームを制する、うん、言ってたけど、あんなのにわか、うん、食事を制する者がゲームを制するだから食事を完璧にすれば練習しなくても NBA 選手になれるから、嘘だって思うかもしれないけどね、現に俺がそうだったから、いや現にそうじゃないから全然いいよねこれね、食が結局はとか ね、うん、いいですね、なんか昔はなんか、うん、それこそ清原さんなんかもさ、うん、大きくなったら何ですかって言ったら、うん、牛乳といりこ食ってたんやとかね、うん、昔からよく言ってたけど、いりこってプリン体すごすぎるんだって、いや痛風になっちゃうよ、気をつけないと、あ、そうなんですか、はあ、なんか意外なものが痛風あるって言ってて、そこのまま、いりことかさ、なんか野菜でもあるんだぜ、なんかパセリだなんだとかさ、ほう、野菜、野菜ってね、パセリだセロリだなんか知んないけどさ、なんか完全ヘルシーで大丈夫でしょみたいなものに結構プリン体が入ってて、なんか結構痛風の人たちが、はい、あの話してるのを聞いてたら、そうだったな、だから、まあ、子供がいりこ食べたからってプリン体で、うん、なんていうの、痛風にならないだろうけどさ、はい、うーん、まああんまりだから背が伸びるからつっていりこばっか食ってると、はい、ちょっとバランスが悪くなるの、なるんじゃないのっていう、へー、ぜひぜひ皆さんも年齢的にも痛風あります、痩せてるから痛風ならないってもんじゃないからな、そうなんですか、そうだよ、しいよ、まあそこはもう完全に安心して、結構ヒゲってプリン体多いらしいから、そう、え、ヒゲ、うん、もう入ってくるから自然に、あ、肺の中もヒゲだらけだから、ね、肺の中もヒゲ、気をつけます、気をつけます、ね、肺の中にあるヒゲ気をつけようないだろうお前、なんかいろいろね、空気清浄機とかえ、いやもうヒゲ、肺がもうヒゲでびっちりだから、もうそれだって何、空気清浄機やったってしょうがない、ヒゲでびっちり、何やったんですか、火飲むとかですか、煙吸うとか、煙、それでヒゲ知らないだろ、ね、いぶされたヒゲになるだけだからラジオネーム大丈夫を気取ってます、
いきなりだけど質問、みんなの好きな数字教えて。ラッキーセブンの7、うん、それとも自分の誕生日の数字、うん、どれもにわか。どういうこと数字好きににわかなんてないだろどれもにわか、うん、好きな数字を聞かれたらね、3って答えるのが上級者。なぜかって、それはね、この世は3でできてるから。この世にあるものは大体3が絡んでる、うん、東京タワーは昭和33年に完成して、総工費30億円、高さ333メーター、うん、他にも三国志、三種の神器、おやつ食べる時間3時、大体のものは3で説明がつく。そう、どんな行動にも3が絡んでくる。もう気づいてしまったから、僕が3という数字を言った回数も空前にも13回なのだ。全ては3の引力に引き寄せられて。いや、何これ、信じるか信じないかみたいな。全然説明がついてねえし。そうですね、薄い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 。バカなのよ。うん、ラジオネーム、どうしようかな、どっちがいいかな、おまっとさんでした。何、色気の出し方が知りたい。ごめんね、うん、その質問をしてる時点でもう不合格、色気は出ません、うん、そもそも色気って出るじゃないのよ、出ちゃうの、無意識なのよ色気って。外見じゃないよ色気って、内から溢れ出るのよ色気って、うん、簡単に言うとね、色気って経験、経験っていうのはただの経験じゃないよ、うん、苦しい経験、辛い経験、その積み重ねが色気になるの、うん、一朝一夕じゃないよ色気って。だからまず経験しよう、糧になる経験を、うん、焦る必要ない、気長に頑張ってみな。ヘボヘボ先輩のヘボアドバイス。うん、ラムジオネーム、だましやすけし、お前らさ、最高の野球選手って誰だと思う？プロとして誰よりも誇り高く生きているイチロー、うん、本塁打868本という今なお破られる記録を持っている王貞治、うんうん、違うから、最高の野球選手は影浦康武ことアブさんだから。うん、アブさんはホークスにドラフト外入団した時からずっとホークスを支えてきた一本筋の通った立派な野球人。1990年代には三冠王3回取ってるからね。とっくの昔にトリプルスリー達成してんの。まあでもアブさんを語る上で欠かせないのは、まあお酒のトラブルだね。これがまあ多い。高校野球してる時は本塁打決めてホームに戻ってくる途中ゲロ吐いちゃって、アブさんの高校は出場停止。前夜の酒が残ってた状態で甲子園の予選大会に参加してたのは野球界広しといえどもアブさんぐらいのもんでしょう。それなんといってもアブさんの引退試合、オリックスとの試合で9回裏2対2の場面で代打として出てきたアブさんの姿、感動したよな。あの試合本当アブさんの野球人生を締めくくるのに素晴らしい試合だったね。そうそう、お前らにわか野球ファンはアブさんのこと知らないだろうから、勉強したいやつは漫画読んでみ。そう、アブさんは漫画家もされてるからね。あのドカベンの水島先生が描いてるって言えばその凄さ伝わるかな。とにかく野球について語るならまずはアブさんぐらい知っといてくれってことじゃなきゃ話になんねえから。まあぜひ読んでみてください。以上です。Day Night Dreamer Live on airさあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送アリューシルクサンデーナイトドリーマー、梅雨入りしましたのでカビの話中心に、お送りしております。はい、ラジオネーム、さくらんぼ男 FM 栃木、アリオさん、カビは何種類あるか知ってますか？少なく見積もっても3万種くだらないそうです。カビは地球上の微生物の中で約 36% を占めるそうです。すごいね、どんどんカビだらけ、世の中カビだらけ。
だっていいカビもあるしな、確かにな、そのチーズのカビのやつとかな、うん、発酵もカビなんですか、あれチーズとか納豆っていうのもカビの一種なんですか、どうなんだ、納豆が、うん、納豆菌が、納豆菌がどうなんだろう、違うんですか、ね、それはあのウィキペディアで調べてすいませんいやちょっと疑問に思ったいや、かんない確かに、ね、発酵するもんですね、ね、どうなんだろうな、うん、でも、まあ、チーズはそうだもんな、カビだもんな、ブルーチーズとかな、うんうんそれぐらいしかわかんないすまんいやいやそんな気に聞いたんじゃないぞ俺も何気なく喋っただけですいませんウィキペディアで調べます、はい、ラジオの ASFMC が自分は少し前に右、ごめんなさい左手の中指の爪の脇にトマトの種のような緑色の出来物ができていることに気づき、うん、それを写真に撮ってこれなんだろうとツイートしたら友達からお前指にカビが生えてんじゃんと返信来ました、うん、その時初めて指にカビが生えることを知りました。別に不潔にしていたわけではないのですが湿気が溜まってカビが生えてしまったようです。ちょっとショックでした。いや不潔にしてるの決まってんだろ何ちょっと見え張ってんだよ、不潔だよカビが生えてますよ、まあ、ね。あとこれな、なんだろうな、ラジオネームエスロー FM 長野、あるいはさ8時台最後にやっていたおもちゃハンドスピナーの音、ごちそうさまです。アリの戸あたりにバイブを押し付けられたような気持ちになり思わず勃起してしまいました。ハンドスピナーの購入検討させていただきます。バカじゃない、全然そういうもんじゃないですよ。ラジオネームコアドラ、有吉さんお願いします、もう一回だけハンドスピナーの音聞かせてください。マジか、21時台から聞いた人のためにもお願いです。ハンドスピナーの音で勃起が止まらないんです、お願いします、もう一回でいいから聞かせてください。こんな家でやれよ、買ってハンドスピナーをどうもただのおもちゃで、ほんとグーンっていうその鉄のなんか風聞こえる、当てるよいやなんだろう、だからなんでこれで興奮できるんだよ、別になんでもないよマジで。そうですよね、なんでもないですよ、なんだろうこれ、これで笑ってるやつも気が知れないよな本当にいい音はしてんけど、ね、確かによく飛んでるんですよね、よく回るんで、だから本当にすごいよくできてて、うん、コマとかよりもずっとよく回るよ、テーブルでやるとな何の興奮かがかね、曲いこう、うん、はい、桃色クローバー Z でデコレーション。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とマシンガンズに勝利と新宿カボイ石澤がお送りしています。続いては世の中すべての出来事勝手にランキング、何でもランキングでしております、はい、ベスト3のコーナーでございます。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、沢口靖子さんがおすすめするリッツの上に乗せるものランキング、うん、第3位生クリームとジャム、うん、第2位ツナとチーズ、うん、1位小銭乗るけどラジオネームシドジェット気流、天才卓球少年張本智和選手の掛け声チョレイの正しい使い方ランキング、うん、3位水谷選手との激しいラリーの末打ち勝った時にチョレイ、2位コートチェンジ後にふと下を見ると水谷選手の陰毛が落ちていた時にチョレイ、1位水谷選手のパンツの隙間から2個のピンポン玉が垣間見えた時にチョレイ、注意じゃほとんど。ちょ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 れ。ちょ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 れ。水谷さんちょちょちょれ。いやそれ。ちょれだから。ちょ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 れだからそれ。ちょ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 れ。何言って投げとくるで。パン。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。A クラ7の美脚でやってみたいことランキング。3位。
触る。シンプルな、シンプルだな。2、足で首を絞められる。1、逆上がり。そんなに長くねえな。触るが一番いいです。はい、ラジオネーム三平。かつて夜も引っ張れの出演者たちの間で流行していたであろう赤坂康彦の呼び名ベスト3。 3位、キャップメガネ。2位、オーライ君。オーライ君。1位、あいつ。いや、そうだよ、ね、あいつ、あいつって言ってます。お前もだってお盆師匠のことあいつって呼んでる。あいつじゃないです。あ、来た。あいつ来たな。あいつじゃねえかよ。ラジオネーム、ムー大陸。死ぬまでにしたいことベスト3。3位、就職。2位、富士山登頂。1位、アナルセックス。しろって。全部できるだろう。全部簡単にできるから。就職難しいですよ。就職難しい。最後ちょっと難しいかじゃ、うん。ラジオネームセンターエビス。彼、センターエビス。俺がまだ童貞である理由ベスト3。3位、理想が高すぎるゆえに妥協を知らないから。2位、自分に自信がなく女性とのコミュニケーションを避けているから。1位、母親の育て方が悪かったから。ひどい、ひどい、バカじゃないの。全部全部ダメだわ。理由が。あげときます。パン。ラジオネーム、チェコの大砲。ドローンが運んできたら可愛いものベスト3。 3位、どんぐり。2位、金玉。1位、広瀬すず。いや、もう2位で違うから。もう2位で可愛いかないやん、別に。金玉、ドローンが運んできて可愛いもので3位、どんぐりはまだ分かる、うん、2位、金玉、広瀬すずじゃな、うん、何が可愛いかな。かわいいもん、うん、かわいいもん、まあ、普通はお花とかな。ああ、そうですね。なんか、なんだろうね、うん、なんだ金玉。金玉か。2位の金玉が違いすぎて1位の広瀬すずがもうわけわかんなくなってるな。若手芸人のネタに対するダメ出しみたいな。よくわかんないよ。飛びすぎて。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。さすがの北王子金也でも痛みで少しだけ顔を歪ませるものランキング、うん、3位、ヒョードルに殴られる。もっと痛がるだろう。2位、軽トラに引かれる。いや、痛えわ。1位、馬にロープで引っ張られて両手両足をもぎ取られる。そうまでしないと普通に顔を歪めないっていう。どんだけ強いんだよ。いい加減してくれよ。ラジオネーム、エスロー。どうしてもおしっこを飲ませてくれない広瀬すずちゃんの心を動かせそうな一言ランキング、うん、3位、おしっこを飲まれた女優は将来大成するって聞いたんだけどな。2位、アナル見せてって言われるよりはマシでしょう。1位、お姉さんはすぐ飲ませてくれたんだけどな。動かないよ、そんなことで。じゃあそうかなって言わないだろ。お姉ちゃんが、うん。ラジオネーム、パンチドランカー斉藤。小泉純一郎がノーパンしゃぶしゃぶで接待を受けた時に言いそうなこと、うん、3位、小泉がダメだというのは構わない、でもノーパンしゃぶしゃぶがダメだというのは許さない。2位、構造改革なくしてノーパンしゃぶしゃぶなし。
1位、パンツって出勤してから脱ぐんですか、それとも家から履いてこないんですか。急にどうしたの。たまにあるけど、なんで小泉さんのセリフ言いたがるんだ今時。ラジオネーム、田中誠志郎。アパートの排水口から失敬した陰毛と髪の毛から俺が女子大生のものだけを選別していたところ、マヤミキさんがマヤミキさんと出くわした時のマヤさんのリアクション。3位、なんてこと、この人は手元も見ずに正確に女子大生の陰毛と髪の毛選別してる、ありえないわ。感心してるじゃん。2位、こんなの一朝一夕で身につけられる技術じゃない、日本に、いや世界にまだこれほどの職人が残ってたなんて。とっても肯定的な肯定今のところ。1位、すみません、ビビットで総力取材させてください。全部褒められてる。一個怒られたら気持ち悪いって言われるのかなと思ったら全部肯定的な。そうなの。ラジオネーム、ケツダシエッフェルト。ビーズの松本さんが普段稲葉さんによく言っていることランキング。3位、そろそろ音合わせよっか。2位、今日サングラスかけていい。いや、生意気だったらかけないんだけど。1位、さっき言ってたパンコンビニで買ってきたよ。あコーヒー忘れた、もう一回行ってくる。そういう関係じゃないから。グラミー賞だから。ラジオネーム、ラジオネームキント。本当の友人は誰一人いないランキング。3位俺、2位翔英、1位かなめ順。そんなことねえわ。ブレイク。スネイナイツドリーマー Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jb/dreamer. Sunday Night Dreamer.いろいろ普通のメールも来ても、ラジオの稲葉のしぐなぎ。有吉さん、私事ですが、土曜日に30歳になりました、チャランポランな20代とは違い、やはり30代は少し大人にならなければなと思っています、この30代をスタートするときに、30代の格言を人生の先輩、師と仰ぐ有吉さんにいただきたいと思いますので、お願いします、30代の格言か、まんじきついぞ。ズバッときたな。染みてるでしょうね。染みてる？染みてるでしょうね。あんまりパンツ濡らすなよ。何を言わんと。まあでも30代は本当にぐらいになるとマジで我慢汁がパンツについてでも気にしなくなるから、注意しろよ。着替えたりするとき、ちょっと濡らしてる、染みてるときあるから、まあいっかと思っちゃうときに、ぐっともうしっかり拭いて、もうちょっと時間置いて、もう一回絞ったからもういいだろうって履いちゃダメだよ。もうちょっと待て。しっかり絞り切ってからパンツ履くこと。じゃないと、染みてること多いぞ。あんま気にしてないよ。だから。結構オナニーが雑になってくるから、30代結構我慢汁のことも結構雑に思いがちだけど、いつだってついてるぞ、注意しろ。大事。何を言うの。頑張れよ。頑張れよ。俺がだよ。俺が頑張れよ。最後、男子の生態行動教えてもらって。ラジオネームおまとさんでした。かっこみちょぱの彼氏。みちょぱ。コロアリパイセンお疲れ様。
いつもみちょぱがまんじお世話まんじになってるんだ。お世話まんじ、まさかのお世話をまんじでサンドウィッチマンして、さすがのコロアリパイセンもまんじびっくりしてまんじしてるっしょ。今日はコロアリパイセンに男子高校生の間で流行ってるもの紹介、うん、あれ、うん、やばやばみ、スマホのバッテリー切れそう。コロアリパイセン持ち銃ある？あ、もしかしてコロアリパイセン持ち銃知らないの？ギャンヤバ。持ち銃は持ち運び充電器のことっしょ。コロアリパイセンギャンはず。もう何なんだよ。でも安心してちょ。このことは俺とコロアリパイセンとのまんじ秘密まんじにしておくから。秘密まんじ。今度みちょぱと一緒にまんじ渋谷まんじでまんじクレープまんじ食べに行こうね。まんじ約束まんじだよ。何言ってる、何言ってる、わかんない、全然わかんない。みちょぱもうちょっとちゃんとしてるよ。そうですね。ちょっとわかんないですねこれね。ラジオネームすまたまたぞうかっこ今年もエグザイルトライブのオーディション受けます。おやめた、お前はもう。お前の外見知らないけど分からないけど。結局男っていうのはしこって隠れて風俗行って、人前では見え張って強いものには巻かれる。お恥ずかしながらこれが男なんですよ。それと特に女子供にやたら強い、これが日本男子、まさに男。まあな、うん、ラジオネーム三平かっこ古き良きハンサム。うるさいんだよ、うるさいんだよ。DHC の化粧水を全部弾くタフな男子部門第1位。顔面の油でファンデーションを溶かす男子部門第1位。五枚刃のシェーバーを一発でダメにする剛毛男子部門第1位。しこりすぎて右腕だけ太くなった塩招き男子部門第1位。寝起きの体臭がほぼチャーハン部門第1位。むしり取った足の皮をチャーハンに入れて食う部門第1位。ヤニでチャーハンみたいな色に変色したワイシャツを着て出社する部門第1位。あー、腹減った。大将チャーハン4つ。男の中の男の。これは男。これエンジェルあげとこう。パン。ラジオネームブラザーフットオブスティール、かっこボーイッシュ。ボーイッシュもう違うから、女の子の方の言い方だからそれ。ダイヤモンド、地球内部の非常に高温高圧な環境で生成され天然物質の中では最高クラスの硬さを誇る。この世の全ての輝きを独占する美しき悪魔。石言葉は永遠の絆、純潔、不屈、つまり男子。ライオン、古代ローマ時代から百獣の頂点に君臨する絶対王者。重力を無視した立派な盾紙、無慈悲にとどめを刺す圧倒的攻撃力、縄張りを守るためなら命を落とすことも躊躇しない豪快な生き方、つまり男子。電子レンジ、いつしか退屈と無関心に満ち溢れてしまった冷え切った世界を何度もチンして燃え上がらす起爆剤。お前らが失いかけた熱き血潮を俺に見せてくれ。巡り回るステージの上でお前だけのダンスを見せてくれ、つまり男子。宇宙、世界の始まりと終わりを圧縮させた無限空間。幾度も膨張と消滅を繰り返すことで神すら踏み込むことを諦めた果てなき領域。意義、法則、見解、存在、歴史、この世の認識のすべてを鹿とする圧倒的アンチテーゼ、つまり男子。ふざけず終わったわ。不思議なの送ってくるね。ふざけず終わった。すぐ普通変なの送ってくるみんな。ラジオネーム東北自動車道かっこ平常時チンコ3ミクロ。男子あるある、イエーイ。
スーパー男子あるあるマスターのこの俺が男子あるある教えてやるよ。男子あるあるその1、金玉ひねり潰すと痛え。小学生の頃男子なら誰もが悪ふざけで金玉をペンチでひねり潰してみるけど、めちゃめちゃ痛くてすぐに泣きわめくよね。男子あるあるその2、太ってるやつのおっぱいでパイ釣り。中学生の頃クラスに1人が必ずいるぽっちゃり系男子のおっぱいにみんな興奮して、クラスのお調子者が大体パイ釣りし始めるよね。男子あるあるその3、サクランボを見ると金玉にしか見えない。サクランボってチンコみたいな形してて、2つの実がまるで赤くなった玉袋みたいだよね。男子あるあるその4、チンコに落書き。中学生の頃顔に落書きするノリがあったけど、それがエスカレートして最終的にチンコに包茎って油性ペンで落書きされたよね。男子あるある、ラスト、チンゲが包皮に挟まると死ぬ。チンゲが包皮に挟まった時の痛みは陣痛より痛し、よって男子は死ぬ。あるある検定100段の俺が男子あるある教えてやったぞ、覚えとけよな、とブレイクします。スレイナイトドリーマーライブオンエア。もうラストなんです。終わりです。はい、はい。どうしようかな、今日は。ちょっと忘れちゃったけど。あれ、あげようか、シドジェットキリュウさん、張本智和くんの、チョレイの正しい使い方ランキング、うん、水谷選手のパンツの隙間から2個のピンポン弾が、ダムが会話見えた時、チョレイってやつ。これじゃあ、マグカップあげときましょう。あとはね、ラジオネーム大丈夫気取ってます、FM 群馬。今日の放送を聞いて、ハンドスピナー買うことにしました。ただネットで注文したんで配達の際に親バレしないか心配です。大丈夫だよ、別におもちゃだからマジで。ラジオネームコアドラ、有吉さん、僕のわがまま聞いていただいてありがとうございました。無事射精いたしました。天にも昇る心地でございます。またたまにやってください。何なんだよそれ。ラジオネーム桃色クローバーバー、有吉さん、ハンドスピナーの音聞かせていただいてありがとうございます。やはりマイク越しから伝わるハンドスピナーの音、振動が違います。尿道アナルがうずうずしてしまいました。どういう感覚なのこれ。全く本当にただのおもちゃだよ、これ。お前らのメールに当ててやるよ。いくよいや別に何なのだから。いや何これ、意味全然、赤ちゃんあやしてんじゃないんだから俺は。何なんですかね。最後のマイクがいいんだろうね。そうなんですね。あれがいいの、ね、バババババってランクで、ね、止まんの、どこがいいんでしょうね。どこでむずむず、まあいろいろ、まあみんなの ね要求でしたから、ちょっと何回かやりましたけど、何って言ってる人もいっぱいいると思うんですけど、まあ、だけど別に ね、はい、その大人数がっていうもんじゃないからね、はい、小さい人の声も聞いてあげていきたいから少ない声も拾い上げていきたいと俺は思ってるから、はい、だけどそんな何回もない人何回も聞いてでかいも無視してんじゃねえかっていう大多数も無視してるからまあ、はい、ということでまたヒゲと丸毛でやっております、はいまた来週も聞いていただければと思っております、はい、お相手有吉弘行とマシンガンズに勝利と新宿カウボーイ石澤でした。また来週お会いしましょう。さよなら。